三重県教育委員会によりますと台風10号による大雨に見舞われていた先月31日、多岐町民文化会館で午後2時から県立松阪高校が修学旅行や進路などに関する2年生の保護者向けの説明会を開催したということです。この日、多岐町ににはは、大雨洪水警報がが発表されていて、い説明会が始まった午後2時には 町内全域に避難指示が出されていましたなお、天候や避難指示などの状況を受け説明会は開始からおよそ45分後に中止となったということです説明会には申し込みがあったおよそ140人のうち45人程度の出席があったということで三重県教育委員会はリスクを考えて判断すべきで 別の日に開催することなどを検討するべきだったとしています。